どうも皆さんこんにちは。僕一応学生です。まあ見たらわかるだろうけど、学生イコール筆箱みたいなね感じありますよね皆さんね。すいませんねうざくてってことで筆箱紹介していきたいと思います。それではどうぞ行っていきましょう。そうね、まあ、筆箱自体ねそんないじんないんですよ。勉強するとき以外なんかこれといって好きかな。好きです、筆箱は好きです。見ての通り少ないです。僕の中身じゃない筆箱の中身。はい、まず蛍光ペン3種類。まあ、これ皆さんねもう暗記用とかもうライン引きとかに使ってると思います。まあなので説明は特にいらないですね。こちらですね、クルトガシリーズとモンスターズインクとスヌーピーのとクルトガを使っています。僕はうん、まあ結構書きやすくてねクルトガは好きです。次、これはね最近のやつだからね、スラリ。うん、スラリは最近のやつだよね。次、これ皆さんねもうシャーペンの王道じゃないですか、ドクターグリップ。これはもういろんなカラーバリエーションがあってとてもグリップ握りやすくて書きやすいですね。次、これは何でしょうか、持ってるのに何でしょうか。ゼブラのテキスト2ウェイかな、わかんない、ライト。うーん、あんま使ってないんですけど600円ぐらいします。で、次はこれはフリクションのボールペンです。これはほんとねこれの元祖ですね。ラストかな、こちら消しゴムなんですけどディズニーランドで買ったらしいです、もらい物です。で、使っている写真はこちらになっております。クルトガとユニのね 0.5 の HB ですね。はい、というわけでどうだったでしょうか。したね、皆さん興味ないと思いましたが動画に付き合ってくれてありがとうございました。この動画が良ければ高評価よろしくお願いします。それではまた皆さん次回のアンチン TV でお会いしましょう。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも面白い動画ぜひアップロードしていくので、良ければ上に表示してあるね、チャンネル登録よろしくお願いします。ボタンがね、ここにあると思うので、そこをクリックしていただければ PC の方はチャンネル登録できます。で、スマホ、タブレットの方は下の概要欄にリンク貼っておきますので、そこもよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。また見てね。